どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、 9月10日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日カープと戦いましたが、結果5対1で勝利ということで、3連敗戦勝ったらえ、この一言から始まった広島3連戦、そして前代未聞、トリプル2桁勝利がかかった3連戦、なんと全てのピッチャーが10勝達成、伝説を見た9月無敗、完全無双の8連勝、アレーのマジック後、岡田監督が伊藤投手に見せた思い、本当にこれ感動的でした。今日の試合についてお話をしていきます。 よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますがまずは先発伊藤投手の立ち上がりおとといの村上投手昨日の大竹投手と同じく2桁勝利に大手のマウンドここまで来たんで対戦相手関係なく試合に勝つだけ2桁は頑張って達成できたらとこのようにコメント自身初の規定投球回到達も視野に入れて臨むまず初回1番堂林選手空振り三振2番野間選手セカンドゴロ3番小園選手ショートゴロで三者凡退もう完璧ですねストレート変化球ともに低めに集まりますし本当に伊藤 伊藤投手って立ち上がりが上手い。12点取られることはあったりしますが、序盤で試合が崩れてしまうことが全くと言っていいほどありません。その中でも今日も抜群な立ち上がりを見せ、2回も伊藤投手のペース4番デビッドソン選手空振り三振5番スエカネ選手空振り三振。そして6番マクブルーム選手も空振り三振ということで、なんと3者連続三振いやえげつないですね。伊藤投手と2年間共に戦ってきた矢野前監督が解説で話をされていましたが、やっぱりストレートが強い。150キロバンバン出すというタイプのピッチャーではありませんが、各打者がストレート。 終わらされる場面も結構ありますからねそれもやっぱり使い方見せ方ずらし方なんでしょうね プロで生き抜くための技を兼ね備えているピッチャー。そして3回は7番田中選手ピッチャーゴロ。フィールディングも落ち着いていて。続く8番相沢選手レフトフライ。ここまでで一番捉えられた打球でしたが、少し先っぽ。で、9番栗投手空振り三振ということで、序盤3インニングパーフェクト。42球とリズムも抜群。カウント3ボールになることがなく、ほとんどがストライク先行の素晴らしい投球内容。で、ここで一旦スタメンの方を見ていきましょう。1番センター近本選手。2番セカンド中野選手。3番ライト森下選手。4番ファースト大山選手。 5番サード佐藤選手、6番レフトノイジー選手、7番キャッチャー坂本選手、8番ショート木並選手、9番ピッチャー伊藤投手と言うスめ、メ野手はこの3連戦変わらずですね。 木並選手も昨日、アクシデントがあって心配されましたが、今日も元気に名前を連ねる。栗投手とは今シーズン4度目の対決になりますが、まず初回。2アウトから森下選手がフォアボールで出塁するも無得点。昨日の初回と同じ流れになりましたが、やっぱり打席内でどっしり感がシーズン序盤と全然違いますね。インコースにガンガンシュートを見せられた中で、最後は外の落ちる球を見極めてという内容。ルーキーながらチーム全体の共通認識にしっかり対応できている。で続く2回は佐藤選手からの攻撃三者凡退。まあ甘いボールは各バッターとの対戦でちらほらあるんですが、 なかなかボールを絞りきれてないかなという印象で3回は2アウトから近本選手がフォアボールで出塁するも無得点結果的に序盤3イニングはお互いヒットなしという流れ各バッターがある程度球数を投げさせている分3回で54球投げさせる粘りの攻撃今シーズンはたとえ無得点でも先発ピッチャーにスイスイ投げさせない攻撃も多いですしこういったボディーブローを後々のイニングに生かしていくこれも攻撃の一つのパターンとしてありますさあで試合は中盤戦突入お互いヒットなしと先発ピッチャーの粘り合いが続く中4回の伊藤投手は先 と 1>, 1番堂林選手にヒットを許します。堂林選手は今シーズン盗塁1つだけ、そこまで足を使ってくる選手ではないんですが、3連続で牽制挟むなどかなり警戒しながらのピッチングで、これ以前伊藤投手がカープ戦登板時の試合振り返り動画で話したことなんですが、明らかに伊藤投手の癖や傾向を読んだ上での攻撃が多かったんです。で、特にその試合では完全に盗まれた通塁もありました。で、僕はこれ去年までタイガースのバッテリーコーチだった。藤井ヘッドの影響もあるんじゃないかなと考察したんですね。まあ、ですので、伊藤投手、坂本選手のバッテリーとしても。 以前の戦いで何かしら違った動きも必要、まあ、このように考えて3度牽制挟んだりしたのかなと、まあ、今日初めて背負ったランナーですが自分のリズムを変えながらポンポンストライクを奪えるのが伊藤投手の武器の一つその中で2番野間選手空振り三振3番小園選手ショートゴールでランナー入れ替わり2アウトからその小園選手が走ってきましたが坂本選手がドンピシャ送球で結果3人相手のデータを崩すバッテリーの工夫がカープの速攻を封じました さあ、伊藤投手が粘りの投球続ける中、なんとか打線が援護したい。4回はクリーンナップからの攻撃ですが、ワンナウトから大山選手がデッドボールで出塁するも無得点。なかなかチーム初安打が出ない状況。さあ、その中で5回の伊藤投手、この回あたりから緩いボールの割合が増えてきました。一発警戒のバッター続く中で、ポンポンとツーアウトを奪う。しかし6番、マクブルーム選手に被弾。いやー、これ珍しく失投でしたね。外を狙ったボールが真ん中高めに行ったところを捉えられてしまったと。ただその後は踏ん張って最小失点。さあ、この3連戦、初めて先制許しましたが、 ここまでまだチームとしてヒットがありません。自分たちの攻撃リズムを生み出したいところなんですが、5回坂本選手からの攻撃三者凡退。うーん、栗投手もかなりボールが低めに集まるようになってきましたし、特に落ちる変化球がストライクからボールになるいい高さに決まり出してるんで、ちょっと難しい状況。ただチーム全体でなんとか攻略しなければいけない。さあ、その中で6回です。伊藤投手も一発浴びたものの、6回を投げて1失点。今日も QS とさすがのゲームメイク能力。だからこそなんとか伊藤投手を援護してあげたい。6回ワンアウトから中野選手がチーム初ヒットと なる内ださらに相手のエラーも絡んで一気に得点圏へ。 今シーズンのタイガースは相手のミスを生かして得点につなげることも多い。その中でやってくれました森下翔太。センターへの同点タイムリー炸裂。いや、ほんといいところで打ってくれますね。だからこそ数字以上に印象がいい。そう感じてる方も多いんじゃないでしょうか。さあ、で、その後のタイガース、この終盤、今シーズン最大レベルといってもいいドラマが待ってましたね。伊藤投手は7回も行く。先頭2番野間選手にヒットを許し、クリーンナップをランナーありで迎える状況。ただ得点圏にランナー進んでから、さすがの粘りで無失点。いや、もうさすがですよ。これで伊藤投手 は4試合連続で7回を投げ切る圧倒的なイニング消力さあそんな素晴らしい粘りを見せる伊藤投手に白星の権利を迎えたラッキーセブンはワンアウトからノイジー選手のショートゴロこれが相手の大暴投を誘いワンアウト2塁ダイソー島田選手で一つ勝負をかける中で続く坂本選手もショートゴロこれまた暴投を誘って2,3塁全ての流れがタイガースに来ているそして木並選手が申告敬遠でワンアウト満塁代打はありません 自分で決めてこい。そんな思いもあったでしょうか。岡田監督は満面の笑みで伊藤投手を送り出す。しかしここは伊藤投手ダブルプレイ。うーん、やはりそう簡単にはいきません。まあ、正直この一手、もしかしたら賛否両論あるかもしれません。ただこれは伊藤投手がこれまで積み上げてきた信頼があるからこそ、もう岡田監督から白星つけるまで行ってこい。まあ、そんなメッセージがあったんじゃないかなと。で、その中で8回も行きます、伊藤投手。ゲッツーの後もかなり悔しそうな表情を見せてましたし、引きずらなければいいなということだけが懸念点でしたが、そんな心配一切なかったですね。 先ほどホームラン打たれたマクブルーム選手からの攻撃を三者凡退。 8回を投げ終えた時点で無四球の111球。もちろん伊藤投手に白星をというのはもちろん、これから7連戦、8連戦が待ってますからね。できれば中杉も温存したい中で、さすがのピッチング。本、ま、当、あ、日曜日に伊藤投手がいてくれることで、日月と休めることが多い。まあ、そんなチームを支え続けてくれてる伊藤投手に援護。そして8回もチャンスがやってきました。先頭近本選手がフォアボール。中野選手を送りバントで形を作って、ここで3番森下選手、申告敬遠。まあ、確かに栗投手からタイムリー打ってますし、一塁も空いてる。しかし後ろに 控えてる選手からすれば絶対勝ち越したる言葉はちょっとあれかもしれませんがみんな勝負師ですなめんなよそんな思いはより強くなったでしょうみんなでつないでつないでツーアウト満塁ここでやってくれました代打糸原健人打球はセンターへ 打った瞬間ベンチからみんなが飛び出すキャッチボール中の伊藤投手は笑顔で両手を突き上げるまさに一致団結の全員野球さらに恐怖の8番木並選手2点タイムリーでビッグイニング炸裂もうこれで完全に勝負ありです9回岩更投手がしっかり締めてゲームセットタイガースは未だ9月無敗世界無双完全勝利の8連勝ですはいということで今回の動画では本日9月の10日に行われたカープとの21回戦についてお話をされていただきました結果は5対1で勝利ということでタイガース終盤8回一致団結の 勝ち越し劇9月負けなしの8連勝3連敗1000勝ったら A、ええ、そういう岡田監督の一言からこの3連戦は始まりましたでその中でトリプル2桁勝利もこの3連戦かかってましたよね村上投手10勝達成大竹投手10勝達成伊藤投手10勝達成伝説の3連戦じゃないでしょうか9月無敗完全無双の8連勝あれへのマジックナンバーが5ですいやー強い いや、ほんと強いです。ちょっともうこの3連戦、ね、もうこの試合なんて特に僕も涙なしでは見れませんでした。もう8回の流れは特にね、もうなんとか伊藤投手に白星をと。まあ、伊藤投手も9回行く気満々で、まあ、キャッチボールをしてる状況。糸原選手がタイムリー打った後はもうベンチで応援。で、その後最後また木浪選手がダメ押しで打つ。もうこれほんと一致団結。今のタイガースの勢い物語ってるんじゃないかなと。まあ、これによってタイガースの最短、あれは14日という形になります。明日月曜日、タイガースは試合なくそこから7連戦があります。 12日から14日、ここは甲子園でジャイアンツ3連戦。 で15日、16日とマツダスタジアムでカープ2連戦で17日、18日これ甲子園でベイスターズ2連戦で次また火曜日なくそこから8連戦あるんですよねですので9月ラストスパートの大型連戦が2つもうここはみんなで乗り切るしかないというところなんですがここまで来たらできるだけ早くあれを決めて、まあ、楽な選手運用というのは変かもしれませんけれども、まあ、それ以降の戦いに向けてまたちょっとね、まあ、選手たちを休ませながらとか新しい気温も見えてくるかもしれませんしまずは今点灯してるマジック後あとはこれを一 減らしていくのみですまあ岡田監督があえてね選手にプレッシャーかけない意味もあると言いますか3連敗せ勝ったらええこれで逆に選手たちの肩の荷が下りたまあそういう3連戦だったかもしれませんでしっかりそれぞれの選手たちが応えてくれた本当にファンとして最高の3連戦でしたみんなに勝ちがついたもう最高ですよねもう、まあ、本当にみんなが描いていたストーリー通りと言いますかもうこれだけうまくいくんだまあちょっと怖いぐらいですけれどもまあ今のタイガースの勢い物語ってるんじゃないかなということで本当に最高の週末でしたまだまだタイガースの戦い続いていきますがみんなで全力で楽し でししていきましょうね皆さんは今日のゲームどのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者4 6900人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ。チャンネル登録者4万7千人ということで、今後とも阪神情報局、並卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。本当に最高の3連戦、すべていい形で巡り巡った3連戦でした。バレーのマジックナンバー5、あとは減らしていくのみ、今後も注目していきましょう。ではまた